ビーズが3年8ヶ月ぶりのオリジナルアルバム、エピックデイを34にリリース。これまでオリコンランキングにおいて数多くの記録を樹立してきたビーズ。そんな二人が語る、ヒットへの思いとは。ビーズといえば、オリコンのランキングで様々な記録を更新されています。バンドを続けていく中で、売れることを意識した時期はありましたか？僕たちは、デビューの時からずっと売れたかったですよ。ずっと、それを目標にやってきましたから。実際に売れた理由は、どこにあると思いますか？月並みだけれど、僕らのやっていることが、時代にマッチしたんじゃないですかね。最初のきっかけは、バッドコミュニケーション、だったんです。当時、英語バージョンと日本語バージョンの両方があって、でも、英語バージョンは、一般にはリリースはされてなかった。その英語バージョンの方が、まずディスコでかかり、それから有線でも単かけていただいて、後になって、日本語バージョンもあるってことが浸透したために、僕らは、英語の人たちのカバーをしていると思われたらしい。結果的には、良かったですけどね。今も、ヒットさせようと思って曲を書いていますか？それはプロとして当然でしょう。力強いお答えですね。では、周囲の、こっちの方が売れる、みたいなアドバイスと、自分たちの信じる音楽性とのバランスみたいなものは、どうやって取っているんですか？90年代は確かに、ヒットの法則みたいなものを考えた時期もありました。でも、20年経って、周りを意識するとかじゃなくて、自分たちが何をやれるのかが大事だってことに行き着きましたね。稲葉くんと一緒に、ビーズにしかできないよねってことを追求していきたい。たくさんのセールス記録を塗り替えたビーズですが、デビュー直後は、売れなかった時期も経験しています。売れたいと意識することが、創作の足かせになっていたことはありますか？松本さんは、売れているバンドと仕事をしていたので、売れることの意義を体感していたんですよね。だから、デビュー当時から、売りたい？売れたい？とよく言っていた。でも、それに関して僕は、想像がつかないからよくわからなかったんです。ただ、売れたことで楽になったことはあります。表現の中で、自分のスタイルが浸透すると、細かいことを説明しなくてもよくなった。行間を勝手に読んでもらえるというか、もともとこの人はこういう歌詞を書く人ってイメージがあるから、それを加味しながら、新しい歌詞を受け止めてくれたり、売れるってことは、支持母体が大きくなるってことだから、そういう時こそ、強気で実験ができたりするんですよ。少々はみ出したことをやっていることも、大丈夫だろうっていう自信があるから。最後までご視聴いただきありがとうございます。オリジナル動画も作っていく予定ですのでよかったらチャンネル登録お願いします。